世界ツーリングカー選手権に供給されていたタイヤアドボンがサポートする車両は黒と赤の塗装が特徴である。アドボンは1978年より横浜ゴムから発売されているタイヤ及びアルミホイールの各ブランド名である。名前の由来は前進するという意味のアドバンスが元になっている。近年まではモータースポーツでの使用やサーキット走行を前提に開発された タイヤ、ホイールだけに特化しており、シリーズ第1弾は、タイヤ、アドボン HF、およびアルミホイール、アドボンディッシュだった。現在は、欧州のプレミアムカー用タイヤや航空機用タイヤなど、横浜ゴムを代表する、グローバルフラッグシップブランドへと成長している。航空機用タイヤでは、2006年4月より、アドボン ACY-255 が、 全日本空輸のボーイング777用として供給されていた。航空機用タイヤは1本で25トンの荷重を支え、時速 300km を U に超える F1 並みの離陸速度や時速 250km 以上での着陸速度、そして航行中の上空マイナス55度の超低温にも耐え、かつ供用中の破損は絶対に許されないという非常に過酷な、 設計条件が課せられている。そのように技術的なハードルが高いため、世界でも航空機用タイヤを開発、供給しているメーカーは、わずか4社のみである。このアドボ o AC-Y-255 は、そのような技術的課題をクリアした航空機用ラジアルタイヤであり、同社の持てる最高の技術が投入される。 アドボンの技術力をアピールするものとして、全日空の協力のもと、大々的に PR されたのボーイング777を起用し、同様に航空機用タイヤの広告を行っている。だが、その後、2009年3月に航空機タイヤの製造、販売からの撤退を決定した。また、アメリカ映画、スピードレーサーに登場するマッハ号にも装着されている。ありがとうございます。